こんにちは。今回は前回の PC デスク紹介の動画からの変更点をいくつか紹介したいと思います。デスクは変わらず DIY した天板とフレキシスポットの足をつけています。リモコンでデスクの高さを自由に変えられるんですけど、僕はずっと同じ高さで使っているので電源は入れていません。モニターは LG のウルトラワイドモニターを使っています。すごい広々使えて快適なんですけど、曲面で良かったっていう瞬間は未だにないです。キーボードとマウスはロジクールで揃えています。キーボードが KX800M、 マウスが MX マスター3です。このキーボードとマウスは3つのデバイス間をボタン1つで切り替えられるんで、最近は PC 以外にも iPad などをつないで使用しています。ただ僕だけかもしれないんですけど、入力に若干遅延があったり、長押しで連打ができなかったり、あとマウスカーソルの移動がちょっとぎこちなかったり、癖があるので慣れが必要かなと思っています。ただそれでも iPad の画面上のキーボードをタイピングするよりかははるかに快適です。 12.9 インチの方にしておけばよかったなってちょっとだけ思ってます。ライトは電球をスマート電球に変えました。以前は普通の中白色の電球を使っていたんですけど、このオレンジ色の光も好きなので、いろんな光に切り替えられるスマート電球を購入しました。こんな風にスマホの Amazon Alexa のアプリで電球の色を変えたり、明るさの調整をすることができます。で、こういう一生使わないような色にもできるので、結構遊べて楽しいです。すごく目に悪そうな色にもできます。ちなみに音声でも電球をつけたり消したりすることができます。アレクサ、おやすみ。わかりました。アレクサ、ライトつけて。わかりました。つかないのでもう一度やってみます。アレクサ、ライトつけて。わかりました。アレクサ、ライトつけて。わかりました。アレクサ、ライトつけて。わかりました。もう全然わかってないです。結局手動でつけました。デスク下も若干変わりました。小物がかさばるので昔使ってた白いデスクの引き出しを持ってきました。上の段にはギターの道具と薬関係のものを入れています。下の段には日記、メモ帳、落書き帳などいろいろなものが入っています。 PC 台として代用しているキッチン台も若干変わりました。一番下の段に新しく買ったグラフィックボードとそのケースを置いています。一番上の段は特にそんなに変わってません。充電ケーブルと iPad を置いています。手前にはソニーのヘッドホンを置いています。ノイズキャンセリング機能が本当にすごくて、インターホンにも気づかないくらい遮音してくれるので、何か作業をするときはいつもこれをつけています。この黒い袋の中には PC メガネが入っています。
これは自粛期間中にゾフのオンラインストアで買ったんですけど、これが家に届いて鏡の前でつけた瞬間に、あ、これミスったなと思いました。もう絶望的に似合ってないので、一人でいる時でもこっそりかけてます。ちなみにこれは100均のメガネケースとケーブルをまとめるバンド、マジックテープのバンドみたいなやつで固定しています。で、一番上の段の奥に電源タップを移動しました。中には Amazon の Kindle Oasis と外出用のイヤホン、アンカーサウンドコアリバティエア2があります。この辺は変わってないです。で、その下の段にケーブルでモンスターみたいになった Mac mini があります。本当この配線地獄をどうにかしたいなと思っています。結構熱がケーブルに直に当たるんで、これも絶対良くないと思うんで、近いうちに何とかしたいと思ってます。で、その横に Wi-Fi ルーターを置いています。 Mac mini と有線でつないでいます。その Wi-Fi ルーターの奥にバッファローの 4TB のハードディスクを置いています。そろそろ容量がいっぱいになるので新しいものを買おうと思っています。そのさらに下の段に行くと、今回の主役のグラフィックボードとそのケースがあります。で、オーディオインターフェースはあまり使わないんで、PC に直接挿すんじゃなくて、このグラフィックボードケースから給電しています。やっぱ黒だとホコリがちょっと気になりますね。ケースはレイザーのコアエクスクローマーを購入しました。レイザーってゲーマーの方がよく使うイメージがあったので、まさか自分が使うことになろうとは思ってもいませんでした。グラフィックボードはアスロックの AMD ラデオン RX580 8GB のものを買いました。これも Mac mini 同様、利便性を重視して後ろ側を前に向けています。で、これ起動したらむっちゃ光るんですよね。さっきのスマート電球張りにいろんな色に光ります。個人的にはそんな気にならないんですけど、結構好みが分かれるところなんじゃないかなと思います。あと当たり前ですけど、ファンの音が結構します。今までも Mac mini、 あと外付けのハードディスク、何かしらのファンの音がしてたんで、そんな気にしてなかったんですけど、やっぱその2つと比べるとかなり大きいような気がします。で、一応 iPhone の騒音測定アプリで測ってみました。だいたい42から45デシベルくらい、大きいっちゃ大きいですけど、そこまで個人的には気になるレベルではないです。僕の場合 GPU に負担がかかる作業をするときだけこのグラフィックボードを起動して使うというやり方でいこうと思っているので、常にこのファンが鳴ってるっていう状況ではないので、そこまで問題視はしていません。で、このグラフィックボードを導入して実際どうなったかっていうと、最初のセットアップしたての頃は結構不安定で何回か落ちたりしたんですけど、この動画を編集しているときは一度も固まることも落ちることもなく、スムーズに作業を終えることができました。ただレンダリングと書き出しは本当心なしかちょっとだけ早くなったかな程度で、そんなめちゃくちゃ早くなったとかはないです。あとどうせ eGPU を導入するんだったら、もうちょっとスペックの高いものを選べばよかったなと
今頃になって思ってます。ケースがちょっと高かったんでケチっちゃいました。必要になったらまた改めて購入を検討したいと思います。はい、以上 eGPU 導入の動画でした。飽き性なので僕の PC 環境は目まぐるしく変わっていくので、また近いうちに動画にしたいと思います。よかったらまた見に来てください。最後までご視聴ありがとうございました。